ベンチプレスやってる人たち、パワーリフティングの人たちって持って息吸った時になんかこれやりません？今日これのやり方をしてます。これを習得してもらうとこのうちね、多分やりやすくなる。この状態持ってきてると思う。10! 以上反抗期。こんにちは、パチのナオトです。ウッシーです。アポリチョ出身、ウッキョです。本日の動画はベンチプレスの肩甲骨の使い方を覚える補助種目。長い、タイトルが長い。長ければ長いほどいい。うん、不適切なコンテンツ。ベンチプレスの肩甲骨、うん、はい、めちゃくちゃ大事じゃないですか。持って、はい、下ろす、はい、僕らは肩甲骨めちゃくちゃ意識してると思うんですけど、はい、これできてない人めちゃくちゃ多いと思います。はい、ベンチプレスやってる人たち、パワーリフティングの人たちって持って息吸った時になんかこれやりません？はい、これ、はい、これ何なんだろうと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。うん、今日これのやり方をしてます。でですね、本日やる補助種目なんですけど、はい、プルオーバーをやります。お、これですか？ダンベルのですか？あの後ろの私が紹介してるプルオーバーはダンベルのやつですね。はい、はい、そんなチンケなもんじゃないですよ。あ、なるほどね。はい、はいはいはい。まああれですよね、そのプルオーバーでも僕は結構その胸の柔軟性とかさ高めるための目的でやってるけど、はい、今回はベンチプレスのフォームを覚えるためのプルオーバー。そうです。おう、ちょっとやっぱその目的が違いますもんね。そうです、はい、うん、特に今回はあの背中の方のプルオーバーなんで、はい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 、トレーニングの意味としても鍛える部位としては背中になります。なるほど、うん、同じプルオーバーでも全然違えってことか。どう見て言ってるんですか？そういうことか。説明をお願いします。いきましょう、早速。はい、では説明していきたいと思います。お願いします。はい、お願いされます。はい、はい、ということでですね、ケーブルオープンオーバーをやりましょう、うん、で動きとしてはこういうもんですね。はいはいはい。これまあジムでたまにやってる人いるんじゃないかな。うん、これねベンチにすげえつながると思ってて、うん、ベンチプレスでこう息吸った時に僕らこれ入れる動きあるじゃないですか。はい、これって牛さん背中固めてるっていう感じありますよね。ありますあります。ガチッと背中固めてると思うんですよ。はい、でさらに、まあ、背中の収縮さらにギューッと入れて、うん、で胸高くしてるじゃないですか、うん、これがねこの動きまさに入るんですよ。ああ、なるほどね。ギュッこの背中の下部の方にはいグッとこう入るんですよ。うん、これやるとベンチやるときにこの動きすげえやりやすくなるんですよね。はあはあはあ、初心者の方とか、まあ、それこそベンチまだねちょっと始めて少しですよって方とか、やっぱこれすごい難しいと思うんですよ。背中の使い方わかんない。確かに。だからこれを習得してもらうとこの動きね多分やりやすくなるんですよ。このままこう来て、あれ、あ、こう来て、もうこう、ああ、こう来て、こう、これを作ってからじゃあこれでベンチやろうみたいな。これがだから僕らがいわゆるこの状態持ってきてる時、うん、これがプローバル。うん、背中の固めっていうのがやっぱ分かんない人の導入としてめちゃくちゃいいなと思いますね。あ、そうそうそう、やっぱりそれがそもそも分かんない人ってどうしていいかベンチで分かんないと思うんで、うん、でこれだったらやっぱ出しやすいですよね。出しやすいです。よりなんか直線的に背中に収縮入るというか、ベンチでってなるとそれが難しくなっちゃうんですよね。めちゃくちゃ難しいです。皮肉なことにやっぱね寝っ転がってる状態っていうのが難しい。うん、そこで寝っ転がって背中をこう収縮させる種目ってないですからね、基本的に。やっぱちょっとウッシーさん背中分かりやすいと思うんで、はい、ちょっと後ろから撮ってみてもらっていいですか？はい。いや僕ねこの種目やってたんですよ。やってたんですけど、ダンベルのプルオーバーの方が胸椎伸展入るなっていうのがあって、そうっすね、そっちにしたんですけど、でもそのなんですかね、収縮の確認っていう意味でやっぱこっちの方がいいですよね、うん、だからちょっとこっちも久しぶりに取り入れようかなと。どうしたんですか？はい早くやれやって言ってほしかったです。そうです、はい、言いたかったです。あ、ごめんなさい。あ、めちゃくちゃわかります。本当にこれが、いわゆる、そのベンチの時に起きてるんですよ、僕らは。まあね、今手幅がちょっと狭いから、うん、結構肩甲骨寄ってる感じに見えると思うんですけど、うん、いやもうちょいね、ワイドなところで、そうなんですよね、ワイドなやつでできたら、よりその再現、そうなんですよ、できるベンチを。あ、ここ待って、ごめんなさい、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといいですよ。ひらめいた。なんかひらめいたらしいんで。ベンチ、こう、外方向への圧かけるじゃないですか。はいはいはい。もしや、これでやった方が、外方向への圧が分かりやすい。で、かつ、背中も、収縮感じる。最高じゃん、ロープ。こっちの方がいいな。で、肩下がって、ほら、肩関節が伸展していくから、広背筋力入るんですよ。ね。ぐーっとこっち来るから入るんですよ。
これできるようになるとマジでベンチ良くなると思います。よし、これめちゃくちゃベンチと似てません？うん、これを結局バーに置き換えて寝転がった時に、うん、これが合うからプローバーした時、そうですね、うん、僕ら結構そのチンニングの動きをベンチで再現しようみたいなこと言うじゃないですか、うんうん、チンニングよりもこっちの方が分かりやすいですね、背中の収縮の再現としては。ただね、これも決して簡単な種目ではない。確かに、ね、だから修行は必要です。なんですかね、筋トレベンチと競技者のベンチのやっぱり一番の違いってやっぱこの背中の使い方っていうのがあって、うんうん、背中の使い方をやっぱり覚えるのがパワーリフター的な、要はパワーフォームのベンチ、はい、その背中の使い方はやっぱりこれが今一番わかりやすいって僕今思いました。やって思ったってことですね、はい、じゃあもう間違いないです。はい、日本チャンピオンがやってるんだから間違いねえって、間違いねえって。終わるべ。本日の動画は以上になります。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録をしてパワーチューブ入部お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。